強い寒波をもたらしていた冬型の気圧配置は解消し日中は少しホッとできましたねただ天気図を見てみますと日本海にはまた低気圧がありまして雲の様子を重ねてみますとこの低気圧や気圧の谷に伴う雨雲が日本海にはこの時間もある状況ですこの時間の雨の様子ですが日本海に雨雲の帯がありましてその一部が近畿地方の 北部沿岸部にもかかっていて沿岸部一部で雨の降っているところがありますこの状況が明日にかけても続きますので北部を中心に天気の崩れがあるでしょうでは天気の移り変わりです今日夜9時から時間を進めていきます 明日の早朝にかけては北部だけではなくサンタクロースとともに弱い雨雲や雪雲が京阪神の方にも流れ込む可能性がありますただ日中は中部と南部はおおむね晴れる見込み北部は明日にかけて断続的に雨や山では雪の降るところがありそうですでは明日の天気マークでお伝えします 北部は特に午後を中心に広い範囲で天気が崩れるでしょう。雷を伴うところもありそうです。中部と南部は明日もおおむね晴れる見込みです。明日の予想気温、朝の最低気温です。今シーズン一番の冷え込みになったところもあった。今朝に比べると高いところが多いでしょう。ただそれでも0度から5度くらいまで下がりますからね。内陸部では氷の張るような冷え込みとなりそうです。 日中の最高気温はこちらも今日よりもやや高いところが多く11度前後の見込みですただ明日は今日よりも沿岸部で風が強まりそうですので風を通しにくい服装がおすすめですでは大晦日にかけての天気をお伝えします北部では短い周期で天気が移り変わりそうなんですが中部と南部は穏やかに晴れる日が多くなりそうですそして気温の方も 暮れも押し詰まるにつれてどんどんと高くなっていきそうなんですね平年よりも高い気温となって比較的過ごしやすい年の瀬となりそうですなおこの気温の高い状態は年明けお正月にかけても続く見通しです